はい、こんにちは、パヤです。ちょっと病み上がりで声が出ないんですけども、行ってきました。高橋吉弘店バズる。これはランダムのチケット、これ特典なんだけど3種類あって、とハンターハンターと悠々白書とあとレベル E の3つの中から、ランダムに出てきます。私はですね、もう開けてるんですけども、じゃん、見てこんな感じ。私はですね、てて悠々白書でした。イエーイ。いやー、いいわ、ビップ素敵。ちょっとではあるんだけど、グッズを買ったので今日は紹介したいなと思います。すごいね、展示が良くてもうね、感動しました。私はハンターハンターくらいしかちゃんとしっかり知らないんだけど、もう大好きなハンターハンターのね、展示とか原画とか本当に良かったです。で、ちょっとカフェもちょっと行ってきて、パスタをね、食べてきました。ピースカフェっていうのかな、ピースカフェで期間限定のコラボメニューがあるとのことで展示終わりに見てきました。私はね、ゴンとキルとヒソカの狩るものと変わる狩られるもののナポリタンを食べました。配置がさ、ひそかのナンバープレートを狙って森に潜んでたザンゴンが、サラダの中にいるっていうのがちょっとそれっぽくてすごくいいなと思いました。他にもね、家族は仲良しパフェを食べてました。めちゃめちゃ美味しそうだった。でね、ランダムのコースターで、家族はハンターハンターが出てて、私はレベル E のが出ました。イエーイ、王子が来ました。でね、どうしてもその時に一緒に写真が撮りたくて、ちょっとこれ開けちゃった。何が出たかというと、これはね、ハンター試験のナンバープレートアクリルバッジステッカーコレクションなんだけど、この中でこうランダムに出るみたいな感じで、マジでこのナンバープレートが入ってるっていう商品です。これね、私はなんと出てる、私はキルアが出ました。イエーイ。カフェも席も、私通された席がゴンとキルアの席とレベル E の席だったの。ちょうどキルアの席に私座ってて、めちゃめちゃ良かったよ。すごくない？キルア欲しかったから嬉しい。こんな感じで出ました。これです。いや、これマジ熱いよね。44ピッて取りたい。うわー、どれも来て、しかもさ、キルはさ2回目のやつもあるんだよね。いや、これは嬉しかったです。で、あともう一個辛抱たまらず、この名場面ジオラマコレクション、これはね、私2個買いました。これは1個はもう私開けてるんだよね。ちょっとどうしても開けたくなってしまって、で、私はちょっと行でちゃんと見て選んで買ったから、何が出たかというと、カイトが来ました。イエーイ。カイトさ、めっちゃ欲しかったんだよね。もう行でパッて見て、これだっつって撮りました。かっこいい、マジで嬉しい。で、あともう一個、あとはね、私開けてなくて、ちょっと開けてみようかな。これ開けます。何が出るかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。何が来るかな。これね、すごいんだよ。このね、これ名場面のところにストラップがついてるから、アクリルキーホルダーみたいな感じでも持てるみたいな感じ。いきます。あ、これは説明書だ。いくよ。あ、これは違う。いきます。誰来てくれるんだろう。誰来ても嬉しい。せーの、ドン。ドキ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 。パカッ。あ、王だ。王が来ました。王が来ました。頼んだぞ、ピトのところだ。これは頼んだぞのところじゃん、ピトに。これはでかい。いい
しいんだ。うわ、絵もこのシーンなの、やばすぎ。ご覧ください、おやすみなさい、メルエムのところです。うわー、しんどい。うわー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ、あの、行った人ならわかると思うんだけど、展示がすごくて、このシーンのところに本当に泣きそうになりました。おやすみなさい、メルエムのところ、これもすぎ、最高。いや嬉しい、メルエムとカイトが来てくれました。嬉しいな。こうやって下げとくか、こんな感じ。うわめっちゃいいわ。次に買ったのが、私がどうしても欲しかったのが、このヒールキャラ名言アクリルバッジコレクション12種です。これがですね、どうしてもね欲しかったんですね。私は何ぜかと言いますと、ゲンスルーがいます。そうです、ゲンスルーがいます。大事なことなので2回言いました。6種だね、ハンターハンターは6種なんで、私は2分の1出れば当たり。私はでも特にゲンスルーが欲しい。私はゲンスルー狙い、1点狙いです。ゲンスルー行きます、ゲンスルー狙い行きます、1点狙いです。よっ、オッケー、開けます。これ2個買いました。行きます。せーの、ドン。あー、これは悠々白書ですね。悠々白書のいつきさんという方のセリフだそうです。うわー、ごめんなさいね、私悠々白書あまり詳しくなくて、もっとね知ってればめっちゃ言えるのに。自己のさ、セリフも次元爆弾と恋人いっぺん手に入れたような気分でどういうこと、めっちゃ気になる。これ私がちゃんと悠々白書読んでなくてすいません。でもすごいなんか嬉しい、綺麗だね、めっちゃここ透明なんだ。これちょっと読んでみようかな、これを機会に。すごいな、なんかラスボス感がすごい。ちょっとミリシラで申し訳ないんですけども、いつきさんが来ました。これすごいよ、立てられるからね、こうやって飾れる、めっちゃいいわ。それ、あ、待って、まさかのかぶり、かぶりです。かぶった。12種あってかぶるんやな。12種あってかぶったね。しかもまさかのいつきさん、これ読めってことだね、きっと。これを機会にちょっと悠々白書を読ませていただこうかな。まさかかぶるとは思わなかった。こんな感じです。このハンターハンターの色紙を2個買いました。これを開けていきたいなと思います。この色紙、ハンターハンターの色紙コレクションは全部でね8種類、ゴン、キルア、クラピカ、レオリオ、ヒソカ、団長、マチ、しずくだね。誰来ても嬉しいね、これは。行を怠るなよ。オッケー、せーの、ドン。レオリオだ、かっこいい。マジでレオリオ大好き、かっこよすぎる。レオリオが出ました、イエーイ。これほんとさ、レオリオかっこいいね。昨日行ってきたんだけど、ちょっと見てからやっぱレオリオっていいなと思って、またね1話からアニメ見直してるんだけど、本当にいい人だよね、レオリオ大好き、かっこいい、よかった、嬉しい、イエーイ。何が出るか、いくよ、せーの、ドン。あ、クラピカだ、やったー、クラピカ、めっちゃ嬉しい。いやー、かっこいい、かっこいい、クラピカデモンストックス、これカバーつけよう、ちょっと待ってて、見て、ホログラムの
カバー買ったんだ、色紙用に。よき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 、めっちゃいいわ。あ、よきよき、かわいい。え、めっちゃいい、嬉しい。イエーイ、こんな感じでした。これはね、A3 ポスター3枚セットで、でよ、組があってランダムで1個入ってるみたい。これ書き下ろしなんだよね、この富樫先生の。楽しみ。この馬琴のセットが固定で1枚なんかランダムで入ってるってことなのかな。ちょっと開けてみたいと思います。あっ、見えちゃった、やばい、やばい嬉しい、これは見えちゃった、見えちゃった、嬉しい、やばい。じゃーん、ゴーン、ゴーン、やばい、ゴーンだ、ゴーン、ゴーン。ミトさんごめんなさい、ミトさんの言う通り俺は親父の子だから親父に会いに行くよ。ゴーンだ、これはもう最初は固定なんだよ。ゴンで、クラピカ、もう仲間失うな、絶対に嫌だ。クラピカで、次がヒソか、もうやば。次はルールなしの真剣勝負でやろう、命をかけて、やば。めっちゃかっこいい、この格好そして最後ランダム、何があるのか、よいしょ、いきます、せーの、ドン。あれ、あ、そういうことか、ちょっと勘違いをしていたようです。ランダム1枚、あ、そういうことか、4セットの中で、どれかがランダムですよってことなのか。あー、なるほど、理解いたしました。やばい、一番欲しかったゴンとクラフィカとヒソカが来てくれました。やったー、ちょっとじっくり見てこう。おー、綺麗。これさ、ほら、ちょっと光るの、すごい美しい、すごい。クラフィカ、名前が光ります。次はルールなしの真剣勝負でやろう、命をかけて。いやー、すごい、すごい、いやー、はい、こんな感じでした。いやー、めちゃめちゃ良きです、嬉しい、いや、マジで嬉しい。はい、こんな感じでした。展示もすごくね、良くて楽しかったし、展示だけで私3時間くらいいたかな。で、なんか写真撮影がフォトスポット、最後のフォトスポット以外全部禁止で、本当にね、うわーって、すごい写真を撮りたいとこがたくさんあったんだけど、もうすごいグッと我慢してたっぷりと目に焼き付けてきました。本当に素晴らしい展示でした。もうね、もうよく、よかったね。うわー、最初こう入った途端にこう全キャラクターがね、こうパズルのピースみたいになってたんだけど、あ、こんなキャラいたなみたいな、すごいね、こんなキャラまでみたいなのもたくさんいたし、で、ね、よかったですね。私はレイザーが大好きだから、レイザーってなって大興奮してました。すごいよかったです、本当に楽しかったです。なんか本当は
しいグッズが他にもあって、ゴンのありったけの定規なんだよね。でもこれはね完売してた。であとトラベルステッカーも欲しかったし、あと音を殺して歩くスリッパも欲しかったね。でも残念ながら売り切れとのことで、結構売り切れが多くて買えなかったな、残念。トレーニングも、私一番欲しかったのがね、グリードアイランドのエコバッグ。これさ、なんで欲しかったかわかる？レーザーがいるから。レーザーがいるんだよ、レーザーがいるんだよ。でゲンスルーもいるでしょ。もう欲しかった。これ無理切れだった、入荷待ちだったね。はぁ、欲しかった、めちゃめちゃ欲しかった。でも欲しいやつね、ほんといっぱいありすぎたな。バンジーガムのさ、グミ、それも欲しかった。あとユースケのさ、ラーメンも食べたかったな。欲しいのたくさんありすぎました。やっと治って、声まだあんま出ないんだけど、やっと完治して元気いっぱいで、もうね、完治一発目のおたかずだったんだけど、めちゃめちゃ楽しかったです。ほんと元気いっぱいもらいました。すごい楽しかったです。会期は1月9日までとのことで、行かれる方はぜひ楽しんでください。以上、パヤでした。